はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。2時をちょいと回りました。7月は21日の金曜日でございますね。日経平均はうにゃうにゃですね。マイナス138、ドル円も 140.117、ですか。その他大きな動きはなしですね。香港ハンセン1万9000回復です。その香港に関するですね、なんで香港ハンセンが未だに1万9000を維持しているのかっていうのは不思議で仕方がないんですけども、中国でございまして、ロイターですね、昨日の記事です。4時56分午後に出ました。中国の若年失業率 46.5% に達した可能性、研究者が指摘ということで、ですね、まあ、1分で読むと書いてあるんで読みましょう。中国では若者の失業率が3月に 50% 近くに達した可能性が研究者によって指摘され、公式統計をめぐる議論が再燃。労働市場の低迷が改めて注目されている。国家統計局、この悪名高き国家統計局は同月の16から24歳の失業率は 19.7% と発表した。これは3月の話ですね。これに対して北京大学の張丹丹副教授は財新のオンライン記事で、家で寝そべっていたり親に頼る非学生の1600万人が統計に含まれていたら失業率は 46.5% に達した可能性があると指摘した。記事は17日に掲載されたが、その後削除されている。このね、張丹丹さんって知りませんけども、大丈夫ですか？まだ息してますかね？6月の公式統計では、若者の失業率は過去最高の 21.3%。 これは就職活動を行っている人を対象としている。3月の時点で、19.7% で、6月が 21.3%。 19.3 に対してこのタンタン教授はですね、超タンタン 46.5 と指摘したわけですね。で、今回 21.3 ですから、まあまあ50でしょうね。本来50で効くのかなという感じがします。張氏の研究は蘇州や昆山という製造業が盛んな地域における新型コロナウイルス流行の影響に焦点を当てている。これらの地域では新型コロナの流行が収まったの3月の段階で以前の3分の2までしか雇用が回復しなかった。若者は製造業の主要労働者であるため、より深刻な打撃を受けた。さらに2021年以降に導入された家庭教師、不動産、オンラインプラットフォーム分野の規制は若い従業員や高学歴者に不釣り合いな打撃を与えたと指摘した。こんなん言うてこの人大丈夫かな、まだ生きてんのかな。国営新華社通信は19日の社説で、中国経済は第一四半期に好調なスタートを切り、その後その勢いは第二四半期も続いていると主張。第二四半期というのは6月に終わった期ですね。バランスシート不況に入りつつあるとの見方を否定したということで、この短い記事は終わっております。中国のある学者さんが、そんなんちゃうで、当局が言うてる以上に5割近い失業率があんねんで、というふうに言うてるという記事ですね。簡単に言えばね、この人多分今生きてないんちゃう、生きてるというか、僕らと同じ世界で生きてないんちゃうかなという気がしますけどね。つまり自由ではないということですね。中国の失業率というのはね、1週間に1時間でも仕事をしたらカウントされないんですよ。で、日本の失業率というのはハローワークに行ってる人です。ハローワークに行ってる人の数から割り出します。
なんでですね、ちょっとカウントの仕方にあれがあるわけですね。韓国なんかもですね、失業率を出すのにかなりバイアスをかけて出してます。で日本は今ね 2.6 とかなんですよ。もうほぼ完全雇用状態、働きたいというのに仕事がないという人はほとんどいないわけですね。仕事を選ばなければみんなあります。で中国はどうかというと、まあ仕事を選ばなければあるんですよ、実は中国も。でもね、わしは大学卒業社員やんって、そんなんねピザの配達なんかできひんとかいう人はですね、失業者にカウントされるということですね。日本人はね、大学を卒業していてもですね、エッセンシャルワークしますよね。僕も大学を卒業してからダンプの運転手やってましたよ、2ヶ月ぐらい。4トンダンプまでは当時普通免許で運転できるんですよ。やってましたよ、2ヶ月半ぐらい。非常に情けない思いしたからやってましたけどね。まあその後コピーライターに戻りましたけども、まあその場でね、食いつなぐにはしょうがないという、もうものすごい昔の話、35年以上前の話ですね、36年以上前か、ですね、やってましたけど、そういうことはあんまりしないみたいなんですね、中国の方は。お隣さんもあんまりしないみたいで、大学を卒業したんやんと言ったらもうですね、もう机に座ってですね、書類仕事をするというのがイメージみたいですね。その感覚はね、ちょっと僕らにはよう分かりませんけどね。日本社会ではね、学校出てもですね、現場仕事をやるという人は割合、そのなんていうか、ああ偉いねと言われるでしょ別に偉いねと言われたいからやったわけちゃいますけど、で必ず現場を経験させるでしょ。そういう感覚はあんまりないんですね、向こうはね。もう高い学歴のある人はそれにふさわしい仕事という感じでいきます。そうするとですね、多分若年層失業率はほぼ5割を超すんちゃうかなと思います。で、だから今日本にもね、いっぱいこう勉強しに来る、勉強して仕事をしようという人がいっぱい来てるし、国を逃げ出している人もいっぱいいるし、もう結構あの国ぐちゃぐちゃです。で、2年前やったかな、塾家庭教師禁止命令って出たんですよ。つまりあまりにもですね、受験競争が激しすぎると、なんでやねんって言うたら、あれ塾と家庭教師があるからやってて、んだったら禁止やって、ね、まあ共産党らしい政策なんですけど、それによって約1000万人の人が失業したと言われています。すごいですね。これでもってですね、すごい競争社会ですから、みんな大学に行きたがるわけです。で、大学から出る人がですね、1年で1100何十万人もいるわけだって。彼らのうちの就職が決まった人割合ってのは2割ちょっとぐらいしかいないと言われてます。つまり潜在的には若年失業率って6割から7割あるんちゃうかなと。だからこの大学の先生のこう推定よりももっと大きいんちゃうかなという気がしますね。でどうそういう人はどうしてんのって言ったら、やっぱりあれですよ、日本でいうパラサイトですね、親に養われていると、簡単に言えば親に養われて家でビエーってしてるという状態ではないんでしょうか。まあ中国もそれだけ豊かになったということですよ。昔はそんなん許されませんでしたからね。今はそれでも許されるわけですよ。これはですね、どうしようもないですね。今後経済成長するならばですね、吸収できる産業はあるかと思いますけども、あの習近平さんのやり方はですね、貧しい共産主義毛沢東の時代に戻るという政策なんで、これはないでしょうね。だからこの人たちはずっと社会の不満分子としてこう温存されるわけです。何かが起こった時には何かが起こるわけですよ。知らんでという感じですね。で、今の習近平体制はですね、これをですね、こう解消する策が取れないっていうか、わからないって、何してもいいかわからないから手を挙げて知らん顔してると。
ということですね。手をこまねいでというべきですかね。こまねいって知らん顔してるというのが現状で、あの国はもう終わっていますというお話でございました。このロイターのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。